ってんの？うん。今から教会に行きます。私、鈴木小屋の地元は小金で、エルスガルテンのコンサートです。頑張ります2回やれてよかったです。よかったですね。6月27日。頑張ってください。はい。好きで組んでるグループで、この小金井の地でね。出身地でね。愛する。小金井いいよな、やっぱり。いいとこだよ。通して聞かせていただけて、よかったです。よかったです。じゃあ、2番の最初の週間頑張ります。踏み振りが間に合わなかったらしい。反省会とかするんですか？いや、もう反省することない。もう常に前向いてる。反省とかじゃないから、ね、そう。じゃあもうみんなが反省っていう言葉に悪いネガティブなイメージがありすぎるから、ブラッシュアップ。ブラッシュいいね。